ほらめっちゃ綺麗な豆、ほらすげえ綺麗、スーパー綺麗。はい、おはようございます。そして3カ所目は後から言った方がいいね、これね。はい、どこだっけ、いろんなとこ行って分からなくなっちゃった。滋賀県だよね。京都だ、はい、京都滋賀だよね。滋賀だよね、はい、滋賀県の朽木渓流魚センターさんです。さっき、できる本当は午前中ね、アクアヘブンさんに行って、でここ近いんで30分ぐらいなんで、突如急遽朽木さんの方にお邪魔しました。もうこれ完全にあれだよね、100カ所狙いで、はい、はい、そしたら今日平日なんですけど半端ないよね。映せないですけどすごい人です。すんごい人だよね、はい、平日とは思えないですよね。駐車場だっていっぱいぐらい入ってるもんね、はい、で一応余裕で来たんですけど、余裕でちょっと動画がね、囲まれちゃってるんで、今ここようやく隙間作ったんだよね。そうなんですよ、だからこの角度で撮れるんだけど、ちょっとこっち映しちゃうといろんな方映っちゃうんで、一応こんな形でやってみたいと思います。で一匹釣ればほらね、一応3箇所制覇ということなんで、ただできる限り頑張って釣りたいと思いますんで、はい、で今日はアクアヘブンさんに何名だっけ、5人6人ぐらい来てくれて、はい、で皆さんついてきてくれたので、また皆さんで、まあ、一緒には釣りができないと思うんですけど、ちょっとバラバラで2時間ぐらい釣りしたいと思いますんで、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。岩のところに投げますね。でシェイキングで岩のところまで持ってきて、で岩の上ステイ、いいですか、岩の上にルアーを置きます。はい、岩の上にルアーを置くとこうなるんですね。これ岩の上ステイ、もうあれですよ、橋爪カメラマンが多分岩の上のルアー撮ってくれますよね。はい、じゃあリリースしますね。はい、まあこのサイズなんで全部リリーサーで今日ね行っちゃいましょうね、大物が来ない限り。はい、でも綺麗だよね、これ食べたら美味しいサイズなんでしょ、こういうのって。綺麗です。そうだよね、はい、なんか俺ほら食べないからいいっすよ。じゃあもう一回岩の上ステイやってみましょうか。はじめさん、取れる自信ある、その上から。あの岩をあるでしょ、あの岩を2メートルぐらい越えて、でシェイキングで魚誘ってきて、であの岩の上に、このルアーを置いてバイトさせる、岩の上ステイ。はい、で初めカメラマンいけるでしょ、行きますよ。でシェイキングで持ってきます、シェイキングで岩の上持ってきます、シェイキングで、でここでフォールさせて岩の上に行きますよ、いいですか。はい、あ俺も見えないから、見えないな多分。これで魚が、集まってきます。岩の上に、ルアーがあるので、まあ言ってみればすごい水深が浅いところにルアーがある感じなんですね。シェイキングしてフォー、あ、食いましたね。フォールさせて岩の上に置く、今岩の上で、ルアーだけ見えてますね。私は見えてますけど、ちょっとカメラはね捉えられるかどうかちょっとわからないですけど、ほらこうやって魚が食うとこが見えなくても、ルアーが見えなくなったら合わせれば大体釣れてます。魚が食うとこってなかなかちょっと流れが、あ、はじめくんほらちょっと下でアップでお願いします。魚、岩なんでしょ。あ、そうですね。ね、アクアヘブンさんは超巨大な岩だで、これはなんか食べると美味しそうな岩な、はい。もう一回このまま行きましょうか。岩の上ステイ。これね結構ね、私ね多用する技なんですよ。ああいう平らで大きめの岩があるとよくやりますね。サイトで釣れるんで面白いんですよね。シェイキング、シェイキング、シェイキング、岩の上に来たらフォール。で、ステイ。はい、ほらほら、ね。もう、はじめくんが取ってくれるまでいきますよ。シェイキング、シェイキング、シェイキング、フォール、フォール。あ、よく見える。俺、よく見える。食った。あ、ってことは見えててね。来たって言ったから。はい。
はい、これリリースされて、このままいっちゃいますよ。はい、入れ食いじゃない、岩の上で入れ食い、意味が分からない、岩食い、入れ食いじゃなくて岩食い。じゃあもう一回岩行くね。シェイキング、シェイキング、フォールね、フォールね。はい、岩、見えてるよね。はい、岩食い。今の難しい。今の魚体が見える前に。はい、はい、魚体、はい、はい、バイトですね。はい、そこからでいいよ。はい、行きます。なんか岩の上ステイ、完璧なんだけど。そうだよね。4匹ってね、ほぼ1匹だよね。っていうか、あの岩の上ってめちゃくちゃ効くんだけど、もう一回いきます。シェイキング、シェイキング、シェイキング、フォールね。で、岩の上ステイ。今ね、合わせようと思ってやめた。ほら。どうですか、はじめ先生。この、効率の良さ、ありがたいことで、この身近なカメラマンを撮れる、この効率の良さいかがですか。これはちょっと20センチオーバーだね。これはね、これはそこそこだよね。いいサイズですね、はい、はい。もう連発だよね、すごいよね。ここも行っちゃいましょうね。はい、はい、行っちゃいますよ。カメラマン頼みますよ。今度ちょっとね、はい、ズームをね、かなりズームで。いいよ、いいよ、いいよ、調整して。はい、いきます。着水、シェイキング。シェイキング、シェイキング、フォール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 。はい、行ってますね、行ってますね、魚。はい。ほら、来たって言ったってことは見えたってことですね。はい。ちょっと角度的にちょっとね、あんまり上からじゃないからね。あ、これでかいよ。引いてる。いいね、いいね、いいね。はい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 。これはイバラですね。どうですかこれ。釣れますよね。はい、行きます。岩の横についてるやつを、張り付いてるやつを狙います。これフォールフォール。来い。岩の横のやつ来い。来た。よし。今は、たるんだバイトですね。またたるんだバイトって言っちゃった。マーカーリーダーがたるんだバイトです。張らないでたるみました。だから、勢いよく食ってきた感じですね。はい。まあ、これが平均サイズだよね。なんかね。はい、じゃあ行きます。岩の左側の魚を狙います。シェイキング、シェイキング、シェイキング、シェイキング。ついてきますね。で、こっからフォールさせて、岩の横についてるやつ、これを狙います。ここでバイトがあると、うわー、乗んなかった。あ、来ましたね。はい、やっぱり出てくるんですね。ついてきて出てきて後から食うパターンもあるので、狙ったところの横を通してもバイトがなくても、そのまま粘り強くやればそこから引っ張り出すってことができるのでいいと思います。やっぱこのサイズだね、釣れんのね。シェイキング、シェイキング、シェイキング、くるくるくる、出てこい出てこい。あ、来た、よし、来た、いた、はじめカメラマン、いた、マジか、すごいね。今飛び出してきたよね。飛び出してきました。またいいサイズじゃないですかこれ。飛び出したよね。飛び出して下顎だよ。来てるよ、来てるよ、来た、来たってことは、来たってことはまた取れちゃった。初回にして本領発揮。おお、元気っすね。水すごい綺麗なんで。来てますね、来てますね。大きいのが来てないな。小さいのだけですね、来てんの。今の完全サイトですね。あ、来た、ヤマメだ。ほら、めっちゃ綺麗なヤマメ。ほら、すげえ綺麗、スーパー綺麗。
この流れに乗っしちゃうときついんで流れの前で釣りますね。よし来た。あ、またあれですね。行きましょうか。イワナですね。ヤマメの後にイワナ。30はありそうですね。おお、出た出た出た。これが金中持ってかれたらもうアウト一発切れだよね。一発即切れ。これはまあそこそこサイズでかいんで回します。はい、なんか面白いね。それはそれで半サイトフィッシングみたいな感じで、なんかねやっぱり木の近くにみんな投げるのって怖いんだよね。引っかかっちゃったらアウトだからね。ラインが引っかかっちゃったら、ほら俺ルアー売るほど持ってるから怖くないわけよ。ずるいね、メーカーはずるい。来た。あの岩の上ステイできんじゃないかな。今日東京から来たと思えないでしょ。夜中の3時に家を出て8時半に来て、もうこんな4時、なんでこんな元気。何も言わないんで、はい行きます。これそこそこだよね。これは OK ですね。今日釣ってるサイズの中では、はい、入魚だよ。ほら入魚出てる、入魚出てる。俺が勧めてないやつだから。入魚ほら。ほら膝ついてかっこいいしょ、かっこいいしょ。大悟のクロックスだからね。濡れちゃうからクロックス。いい、大悟です。あ、大悟さん。大悟さんの濡れないから。すごい。もうこれかぶしたからこうやって、こうやって。あ、カメムシ、カメムシ。落ちて。嘘、そうそう。そんなことしてバラしたらさ、俺の責任。さすがバッテリーさん、フッキングもバッチリです。これバッチリのバッチリですね。これルアーなんですか。キメラのスパークグロです。なんでスパークグロなんか持ってるんですか。買いました。いつだそれ、いつの話だ。キメラのスパーク、このヒットルアーは何ですか。これはプレミアムの、0.5 です。ありがとうございます。エビグロです。ありがとうございます。こういう時はこういう時にまたいいサイズじゃないですか。こういう時にバラそうです。行こう。ヒットルアーは何でしょうか。プレミア 0.5 のグリーングローです。
ットルは何でしょうか。ヒットルはプレミアムの 0.5 のベージュグローです。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。疲れたでしょ今日、撮影慣れてないから。それでもいろいろ見させていただきました、はい、なんかシェイキング上の岩の上ステイ、大物なんだっけ、水中ステイとかすごいよね今日。結構満載。満載です。今から俺ホテル帰って動画見るの楽しみ。どうする全部ボケったら責任取れないよ。ってことで、ここも1匹以上釣れましたので、はい、3軒目、これで達成ですね。達成か、達成ということで良かったです。はい、意外とすごい釣れたね。そうですよね、なんか数全然いけるっていうのがよく分かりました。ただちょっと私はあまり大物が釣れなかったですけど、でも関東で見られない色物がいっぱい釣れたんでめっちゃ楽しかったです。ヤマメ、イワナ、なんだっけ、ヤマメ、イワナ、ブラウンじゃないな、ヤマメ、イワナしか覚えてないわ。はい、それでいいです、はい、はい、動画で見てください。はい、それじゃあありがとうございました。明日も、関西ですね、まだね。はい、頑張りたいと思います。3軒目達成です。ありがとうございます。チャオ。